クールベ級装甲艦は、フランス海軍が建造した装甲艦の艦級である。本級は、もともとは、フードロワイアン級となるはずであったが、建造途中に、フッツキヨシ戦争の功労者であるアメデ・クールベ提督が1885年6月11日に、没したため、彼の功績を称えて、官名となった。なお、同盟の艦級が、土級戦艦時代にも存在する。 本館は全球である、ルドゥタブルの改良型である。当初は、排水量9500トンで設計していたが、洋兵側の要求を取り入れて、公開性能を重視した結果、排水量は1万トンを超える1万450トンとなった。船体の材質には、鉄に加えて、鋼材を用いていた。本級から、排水量の増加を抑えるために水洗面から、 上の船体構造はすぼめられ、甲板の面積が小さくなる、フランス走行艦の特徴が強くなっている。船体の基本形状は、前艦と同じく艦首水面下に昇格を持つ船体に3本のマストを持つ点は、前艦と同じであるが、本級の煙突は、断面が小半径の2本の煙突を左右に並列配置している。これは、 機関区の長さを抑えるための工夫であり、同時期のイギリス装甲艦にも見られる工夫である。船体が上部に行くほどに引き絞られているのに対し、原則砲角部の位置は前艦と変わらないので砲角部が突出しているように見える。手法は前艦までは 27cm 砲で、イギリスの装甲艦の持つ 30.5cm から 31.8cm 砲に、 比べて後継は劣っていたが、本艦はそれを凌駕する1881年型 34cm 砲を採用。本級の機構時には、世界最大の後装填式の艦砲で、イギリスはこれに対抗するために、インフレキシブルに 40.6cm 連装砲2機を搭載するが、これは小船時代を思わせる旧式の前装式でしかなく、発射速度や射程では、 本級の持つ 34cm5 装填式砲に及ぶものではなかった。これを、船体中央部の方、各部内に、片弦に木ずつ、計4機を配置した。一方、旧来の 27cm 砲も、副砲として搭載しており、1870年型 27cm 砲を、単装砲画で艦首に1機、煙突の左右バーベット状に、片弦に1機ずつ、 完備看板上に1機の計4機を配置した。他に近接攻撃用 24cm 単装砲6機を装備した。この配置により、前後方向に最大 34cm 砲2チ 27cm 砲3チ 14cm 砲2門、左右方向に最大 34cm 砲2チ 27cm 砲3チ 14cm 砲,砲,砲,14砲3門を試行できた。 本艦に搭載された主機関は、船体中央部の主要防御区画内部に配置した、石炭戦勝円筒艦8機に、水平型二段膨張式レシプロ機関2機に、軸推進で変わらないが、最大出力は全球の5900馬力から8100馬力へ、大幅に強化された。そのため、全球よりも太い船体形状にもかかわらず速力は、難なく15ノットを維持できたほか、 10ノット巡航で2800回里を航行できた。ありがとうございます。